こんにちは、緑川です。今日はね、このとっても綺麗なね、キラキラの、はい、糸でショールを編んでいきたいと思います。こちらね、去年、コペンハーゲンのね、ホビーさんで買っていたものです。ツイスターというね、毛糸のグリッターという種類です。コットンが53、アクリルが43、ポリエステルが 4%。 綺麗なグラデーションでラメがねたくさん入っています。コットンとアクリルのコンボです。こちらの色番号はね35番です。そしてね、なんと長さが 1000m です。 1000m って1キロですよね。はい、1キロマラソンの感じです。かぎ針のおすすめがね 3.5 から 4 ミリということで、はい、私はねこれは、4ミリですね。7号を4ミリで編んでいこうと思います。こんなにね、綺麗なので、美しいショールになってくれるといいなと思います。それではね、輪の作り目から始めます。はい。手に糸を持って、人差し指の周りを回って、小指で軽く押さえます。かぎ針を上糸の下に入れて、くるくるくるっと持ってきて、上糸をかけて右へ出します。押さえて、もう一度針の背中で上糸をこのようにかけて、また右へ出します。糸を引っ張るとコブが引き締まってくれますから、このようにね、構えます。輪が大きすぎるときは尻尾さんを引っ張って縮めます。このコブはね、しっかりキュッとこのようにして締めておきます。それではね、鎖編み3目が長編みで立ち上がります。私は長編みで立ち上がります。長編みの立ち上がりは別途動画がございます。動画下の説明欄にリンクがありますから、初めての方はそちらをご覧になってみてください。ではね、はい、1段目を始めます。まずは鎖編み3目が長編みで立ち上がりの目を編みます。1目目の長編みの頭にねマーカーをつけておきます。鎖編み3目で立ち上がった方は3番目の目にマーカーをつけておきましょう。そして、次がね鎖3つです。1、2、3。はい。そして真ん中にまた長編みです。鎖編み3つ。はい、もう一度真ん中の輪に長編みです。はい、これでね1段目ができましたので真ん中の輪を絞ります。はい、1段目はねこのようにできています。鎖編み3目が長編みで立ち上がり、鎖3、長編み1、鎖3、長編み1になりました。それではね編み地を裏に返して2段目です。まずね、この隙間の中に全部で8本の長編みが欲しいので、はい、編んでいきますね。鎖編み3目の方はここでまずね、立ち上がりの目を編みます。長編みの方はここにね、これから8本編んでいきます。前の段で鎖3のスペースにね、はい、束にとって合計8本になります。はい、全部で8本になったら次は
下の段の真ん中の長編みの上に同じようにね、長編みを一つ編みます。これで中心までやってきました。ではね、左右対称ですから、次はこちら側の隙間の中に長編みを8本編みますね。はい、いつもね、真ん中が終わったら左右対称です。はい、2段目がね、終わりました。それではね、3段目に行きます。編み地を返して、はい、まずはね、いつも立ち上がり1本編みますね。鎖編み3目が長編みで立ち上がります。この場合は下の長編みの頭に編みます。そしてこの後に鎖編み3つ、そして一番右端の目、同じところにね、また長編みを編みます。長編み1、鎖3、長編み1と編みました。次は鎖編み1つ編みます。そして、土台はね、2目スキップしますね。1、2スキップ、3番目に針を入れて長編み、お隣に長編み、お隣に長編み、鎖編み一つして、今度はここですね、中心のところ 1,2 スキップして、中心のところに長編み、鎖 1,2,3、 同じところに長編み、ここまでで右半分ができました。ここからあとはね、今編んだのの鏡合わせで同じことをします。鎖 1,2,3、 同じところに長編み、鎖編み一つして、土台は 1,2 スキップ、3番目長編み、隣に長編み、隣に長編み、そして鎖編み一つして、今度は一番端のマーカーをしているところに針を入れて長編み、鎖3つ、同じところに長編み、はい、常に中心で左右同じように編んでいきますね。はい、3段目はね、こんな感じになっています。はい、次はね、4段目です。はい、4段目はね、長編みをたくさん編む段です。はい、ではね、まず2段目と同じようにね、この隙間、はい、ここにね、全部で8本編んでいきます。鎖編み3目の方はここで立ち上がって、まずは立ち上がりの目を編んで、これも含めて全部で8本です。
はい、8本あることを確認したら、次はね、鎖1、そして次にね、下にここに長編み3本ありますね。この真ん中に長編みです。はい、そしてまた鎖1。長編みを8、鎖1、長編み1、鎖1を編みました。次はね、ここの三角のところ、はい、頂点の三角の右側に長編みをたくさん編みますが、本数がね変わります。全部で7本編みます。ここにね、はい、1、2、3、4、5、6、7、はい、7本編みました。そして中心の長編みの上に長編み、はい、長編みの本数がね、こちらの上の方が7本、こちらはね立ち上がりも含めて8本になりました。それに気をつけて後半を編んでいきます。ではここにね、合計7本です。はい、7本編んだら鎖1をして、はい、次はこの長編み3本あるうちの真ん中に長編みを編んで、鎖1、そして最後のここには長編みが8本です。長編みの本数確認しますね。ここは8本です。そしてここのところにね、1本長編み、左右は鎖1、ここは長編みが7本、真ん中に1本、7本、鎖1、長編み1、鎖1、長編みが8本、このようになりました。はい、それではね、5段目です。まずは長編みか鎖編みで立ち上がりの目を編みましょう。はい、鎖編み3つ、1目目にもう1回針を入れて長編みをします。鎖編み1つ編んで、土台を1、2スキップ3番目に針を入れ、長編み、隣にも長編み、お隣にも長編み、鎖編み1つします。次はこのね、土台が1本あるところ、はい、ここにね、鎖編みが3つの V ステッチです。針を入れ、長編み、鎖1、2、3をして長編み、はい、鎖編み1つ編んで、土台の長編みを、はい、土台の長編みはここからですね、ここに鎖1があるので間違えないように気をつけます。鎖1の隣の長編みを1、2スキップして3番目、はい、ここから3目進みます。そして鎖編みを1つ編みます。そしてここをね、広げてみていただくと、はい、
2本余って後で、はい、次にね真ん中になっていますね。はい、それでは1、2スキップして真ん中の目に長編み、鎖編み3つ、同じ真ん中の目に長編み、ここまでが右半分になります。あとはねこれと鏡合わせに編んでいきます。この3本あるところはね、左右に長編みが2目スキップしています。横に鎖編みがあって紛らしいのですが、この全体のね、真ん中に3本編んでいます。そして長編み、鎖3、長編み、鎖1、そしてここ、長編み1、2、3番目から長編みを3目進めました。そしてここのところは、これが真ん中ですから、ここに対して長編み、鎖3、長編み、鎖3、長編み。この編み方は奇数段の編み方ということになります。それではね、6段目を編んでいきます。6段目は、はい、長編みをたくさん編むところになります。まずね、最初のスペースに長編みを8本です。鎖編み3目の方はそれを1本目と数えます。ここから、8本ね、編んでいきます。最初から数えて8本です。それではね、鎖編みを1つ編んで、次はこのね、下に3本ある真ん中のところに長編みを1本編みます。そして鎖1。次にね、ここの V ステッチがありますね。はい。ここにはね、長編みを7本編みます。7本です。7本編んだら鎖1をして、次のねこの3本の真ん中に長編みです。はい、繰り返していきます。鎖1、はい、次もこのねスペース、ここに7本です。はい、7本編んだら真ん中に長編み1です。はい、真ん中まで編みました。ではね、反対側全く同じように編んでいきます。はい、6段目がね編み終わったところです。長編みの半数に気をつけます。最初だけがね8です。ここも8です。そして7、7、ここに1があって7、7となっていますので、両端だけがね8本、あとは7本ということになって、真ん中にはねどの段も必ず長編みが1本中心にございます。はい、それではね7段目です。7段目はね、3段目とね同じです。 V ステッチ3本 V ステッチというふうにね編んでいきます。ではまず1目めに鎖編み3目か長編みで立ち上がり、鎖編みを1、2、3、同じところに針を入れて長編み、そして鎖1、長編みを1、2スキップ、3番目に針を入れ長編み、
ここから隣隣と3目進みます。鎖1、次はこのね下の1本、ここに V ステッチです。長編み、鎖3つ、長編み、鎖1、次は長編みを 1,2 スキップして3番目に針を入れ、ここから3目進みます。鎖1、はい、下の長編み1のところには V ステッチです。長編み、鎖3、長編み、鎖1、長編みを 1,2 スキップ3番目、3目進みます。鎖1、はい、次も2目スキップするとこのね中心の長編みです。ここに V ステッチを2つ作りますね。長編み、鎖3、長編みをして、ここが今ね一番真ん中の1本です。はい、今ね7段目ですね。 V ステッチと3本、V ステッチと3本編んだところは、はい、ここですね。ここも V ステッチ3本とね、奇数段はこのように編んでいっております。ではね、左側も同じように鏡合わせに編んでいきます。はい、7段目がね終わったところです。はい、奇数段は奇数段、偶数段は偶数段というところに着目して編むと大丈夫だと思います。はい、それではね8段目です。8段目は長編みをたくさん編むところですね。まず、はい、鎖編み3目が長編みで立ち上がって1目目とします。そして一番端っこだけは8本でしたね。全部で8本になるまで編みます。8本編んだら鎖1をします。下に3本あるときは真ん中でしたね。真ん中に編んで長編みを1つ、鎖1、はい、そして次のこのね V ステッチのところにまた長編みを全部で7本です。7本編んだら鎖1をします。そして下の3本あるところには真ん中に1目でしたね。そして鎖1、また次 V ステッチだから7本、7本編んだら必ず鎖1、そして下に3本あるときは真ん中に1本でしたね。そして必ず鎖1、また次の V ステッチに長編みを7本編みます。7本編んだら真ん中が来ました。三角形の中心のところ、ここにはいつも必ず1本編みます。はい、
これで8段目の中心まで編んできましたね。長編みの本数見ていきましょう。ね、8、1、7、1、7、1、7と編みました。そしてここに1がありますね。ここが真ん中です。では鏡合わせなので、またここにね、7から同じように編んでいきます。8段目がね、終わったところです。とってもね、綺麗になってきましたね。この糸ね、ラメがね、結構ね、はっきりしてるんですよね。すごくね、綺麗です。あとね、今日ね、これね、着ていますね。ドルマンスリーブ。はい。とってもね、肌触りがいいです。エアコンが、効きすぎるとき、はい、あるんですけれども。うちのエアコンね、片っぽがね、アトリエのエアコンちょっと古くてね、ムラがあるんですよね。今日ね、これを着ています。すごいね、可愛くて気に入っています。それではね、9段目を編んでいきます。はい。まずは、1目め、鎖編み3目か長編みで立ち上がりの目をまず編みましょう。はい。そして、はい、2つ前を見て鎖編み1、2、3、同じところにもう1回長編みを編んで、はい、Vステッチができましたね。鎖編み1つして、長編みを1、2スキップして、ここから3目進みます。はい、奇数段は奇数段の編み方なので、2つ前の段を見ると分かりますね。はい、では鎖1つ編んで、下の長編みが1本のところに V ステッチです。長編み、鎖1、2、3編んで、同じところに長編み、鎖1。次は、はい、ここのね、7本の上にありますが、長編みの1、2スキップ、3番目から3目進みます。はい、いつもね、同じでしたね。鎖1をして、下の長編み1のところに V ステッチ、1、2、3で同じところに長編み、ここで鎖1。はい、ここも長編みの1、2スキップ、3番目に針を入れて長編みを3目進めます。鎖1。次は長編み1のところに V ステッチ、鎖1。長編みの1、2スキップ、3番目から長編みを3本進めます。鎖1。そうすると長編みを1、2スキップすると、中心の長編みのところに来ます。ここにも V ステッチなので、鎖3、同じところに長編み、はい、ここまでで中心です。奇数段の編み方ですから、どの段を見ても同じようになっていると思います。ではね、ここからまた鏡合わせです。 V ステッチから始めていきます。はい、9段目がね、編み終わったところです。はい、全体的におさらいしていきますが、まずね、1段目は8本で真ん中に1目ありましたね。そして次からは8、7、7、8となりました。8、7、7、7、7、8、ここも8、7、7、7、1本7、7、7、8、真ん中にはどの段もね、必ず中心に1本ございます。はい、あとはね、奇数段、偶数段ですから、ここのね、3段目、4段目が基準になって、いつもね、繰り返して、はい、増えていくという感じになります。なので2段リピートのショールになります。あとはね、これを繰り返してお好きな大きさにしていただくんですけれども、私これね、1000メーターあるんですね。はい、かなり大きなね、ものになっていくかなと思います。昨年はね、これと同じ、系統の方でね、夏の
夏掛けのブランケットや三角ショールをね、グラニーステッチとバイラスステッチで編んだ作品が、はい、二つございます。このホビーさんの人でね、編んだものがございます。そちらもね、大変昨年好評いただきました。下にリンクを貼っておきますので、ぜひね、そちらもご覧ください。また、毛糸はね、どんな毛糸でも編むことができます。コットンでも、リサイクルコットンでも、ミルフィムでも、デザインヤンでも、波太毛糸でも、どんな糸でも編むことができますので、お好きな糸で編んでいただければと思います。こういうね、糸は、伊沢屋さんにもね、フラワーロールとか似たようなものがありますので、はい、外国産に限らずね、日本でも、大変手に入りやすいと思いますので、もし段詰めが欲しい方はね、伊沢さんやネットで探してみてください。では頑張ってきます。